隣の席の湯上くんはちょっとというかすごく変わっていて、いつだって一人を満喫しています。おい、友達作った方がいいぞ。女は集団に属さないとやってけないだろう。まあ俺は友達とかそういうものを必要としないけどな。一応悪い人ではないんです、多分。湯上くんには友達がいない。コミックス好評発売中。